ハロー高木です。本日は夏休み特別心霊スペシャルということで、暗夜第2弾、四国にある、動物病院まで行ってみたいと思います。だったかな、動物病院 K とかっていう名前だったかな。まあ本当に暗夜っていう桐木さんが所有している事故物件、桐木さんっていう方がいるんやけど、まあこの方が、まあ、心霊マニアとかなのかなっていうので、その事故物件をまあいくつか持ってて、まあそれを貸し出してるというか、一般の人でも泊まれる、いう撮影じゃなくても泊まれるらしくて、まあそこが必ず心霊現象が起きてしまう、いわくつきでみたいなんで、前に僕茨城のその関東の方行ったんよ。はい。でガチガチの心霊現象が起きて、うん、マジであれ本当になんか、あ、でも何の音なんやろ な、コメント欄でいろんなあってんけど、なんか機械音っぽいよねみたいな。まあ、そういうことも言われててんけど、まあ、今回実はですね、まあもうみんなもう分かってるか。もう生放送先してるから分かってるけど、生放送もやります。はい。なんかこうそういう、なんやろ、これってのは後から言えたんじゃないとか、そういうことも言われるやん。けど、滝役所マジでガチガチでしかやってないから、そういうこと言われるの詳しいんや。まあだから、めったにせえへんけど、生放送も、してますので、とかまあ多分これ下からみんなね、見てる人は見てると思うから、フルで見た人はそっち。で、こっちはもう言うたら、まとめた。編集で綺麗にしたものを見てる方は、こちらを見てくださいっていうので。で、別名、こちら、死ぬかもしれない事故物件と思われてる。あ、そうなの？もう本当に、それこそ前に、関東の方に会いに行った時に、動物病院には行かないでくださいみたいな。あそこに行ったら死んでしまいますみたいなコメント欄とかも書いてて。で、いわゆる、裏暗夜とも呼ばれてるよね。あ、そうなの？そう。軽動物病院か。っていう名前でやってて。なので、ここで何があったのか。その、先ほど紹介した所有する桐木さんに、実際にちょっと電話していきたいと思います。で、桐木さん前の時も、暗夜を紹介してくれてたけど、実際は。ちょっとここは四国であまりにも遠いんで、ちょっと電話でっていうの、プラス、なんかたまたま今のこのタイミングで桐木さんがちょっと蜂に刺されて、それこそなんかアナフィラキシーショックになったっていうので、ここの数日間ちょっと連絡取れませんとか、暗夜の貸し出しの企画無理かもしれませんってあって、やっぱり大丈夫かなと思って、で連絡したら大丈夫やったみたいで、はい、で電話も OK もらったんで、とりあえずちょっと電話しますか、はい、何があってそんな蜂に刺されたんかなっていう。でちょっと今テレビ電話できないらしいんで、普通の電話で音声でっていうので、ちょっとなんか実家で起用してるらしくて。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。なんか大変だったみたいで、今はもうすいません、なんか、お電話出ていただいて。いや、なんとか。前にも刺されたから今回はアレルギー反応とかアナフィラキシーショックになっちゃったって感じなんですかね。そうだと思うんですね。まあめちゃめちゃ前だったんですけど。まあかなり軽度だったんですけどね。いや、気をつけてください。本当に、あとお大事にということで。そうですね。それって、なんか、あれですか？事故物件の付近でとか、そういうこと関係してるんですか？いや、まあ、そうですね。なんか、撮影、新しい物件が、はい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 。始まる直前で、あ、そうなんですね。で、その、前日ぐらいに、なんか、僕、初めて入って撮影したんですよ。で、その次の日に、なんか、他のとこ内見してたら、めちゃくちゃ刺されましたね。呪われてるじゃないですか。蜂の巣があって。それ呪われてますよ。いや、絶対そうっすよ。やばいっす。いや、僕も絶対そうだと思って、正直今、もう、あんややめようかな。実害出てるじゃないですか、だって。いや、そんな死のリスクあるんだったら、ほんと話変わってくるんで。いや、さすがにちょっと、アナフィラキシーショックちょっとやばいっすね。全然、笑えなかったっすね。死にかけたんで。いや、マジで気をつけてくださいね、本当に。いや、本当ギリギリ間に合ってよかったです。当日じゃなくてね、はい、説明できるんで。はいはいはい。なんとか。で、今、近く。今どこですか？その場所から3分ぐらいのとこですかね。じゃあ、ちょっと、結構、その場所バレが、すごい気にしてて、はい、動物病院なんで結構場所バレしやすいんですよ。なんで外観系を、完全にモザイクっていうことにさせてもらってるんですけど、もちろんです。道中とか駐車場とかも、はいはい。映さない感じ。了解です。僕の顔以外はじゃあ、
文字はかけておきます。ルートの写真が、はい、あ、そうだ、あの多分さっきフィリクさんからなんか写真が何枚か送られてたと思うんです。で、あ、ちょっと移動するのか、うん、そうですね、歩いてもらって、ああ、なるほどなるほど。じゃあこれ電話もしかしてあれですかね、ある程度場所分かってから電話した方がいいですかね。まあまあ音声だけとかだったらですよね、大丈夫です、ですよね、はい、特に近くなんで、はい、住居が結構入り口が藁で、藁というか草で、はいはいはい、となってるんで、結構分かりづらいかもしれないんでお願いします。はい、すみません、失礼します。まあじゃあちょっとあんまりほんまに外映せないみたいなんで、とりあえずそこまで行きましょう。はい。あ、もしもーし。もーし。もうそれなんかとんでもない入り口なんですけど、ここで合ってるんですかね。なんか。門みたいなのないですか。あ、あったあった。あ、え。いやちょっとあまりにも茂りすぎてて。え、やばっ。あ、じゃあちょっと兄ここ行かなあかんわ。あ、なるほど、ジブリすぎ。うわ、ちょっとやばいな。うわあ、った、これや。うぅ、ドア開いてません。ドア開いてます。あ、開いてる。え、怖い、ちょっと怖いこと言わんといてもらっていいですか。こっちが待機部屋ですか。じゃあ待機部屋です。あ、なるほどね。じゃあ一旦開けますね、こっち。結構ダンス多すぎて、うわ、ちょっと待って、待機場所が、で待機部屋が2階の、はい、はいはいはい、はい、2階に行ってもらって、多分、こっちかな。はい、入りました。で、そこをさらに進んでもらうと待機部屋があるので、待機部屋は必ずスリッパを脱いで入ってください。わかりました。なんかスリッパ入ってます。あ、今もう裸足です。あ、裸足ですか。あの、1階の玄関のところにスリッパあるんで。あ、了解です。あれだったら使ってください。結構鋭利なものだったりする。あ、なるほど、ここか。うん。で、そこにランタンが充電で刺さってるかもしれないですね。で、それを自由に使って大丈夫。わかりました。どうだ。ああ、はいはいはい。で、エアコンとかも使って大丈夫です。あ、よかった。よかった。で、みんなが言ってるのは、ここで待機しつつ、動物病院が横にあるから、どういう関係があるんですか、そもそも、この待機部屋と、待機家と動物病院っていうのは。動物病院とそこの住居って、まあ、完全にやっぱ所有者が一緒だったんですよ。はいはいはい、その病院の先生の家みたいな、はい、併設した住居みたいな感じなんですけど、ああ、なるほど。まあ、そこで結構なんか特殊な事件起きてるらしくて、なんかすっごい過激な SM プレイするなんか界隈の人たちが使ってたらしいんですよ、はい、もちろん不法侵入で。空き家になってもう誰も使わなくなって、そこに勝手に入って不法侵入で使ってたんですけど、はい、本当に理解しがたいプレイなんですけど、なんか動物病院にすごいでっかい檻があるんですよ。で、その檻の中にその M の男性を中に閉じ込めて、もう鍵とかしっかりつけて、首輪とかつけて、完全出れない状態で本当何週間飼育して、ドッグフードとかあげ続けるみたいな。自由に行き過ぎてるの。なんかトラブルが起きたか、何が起きたかちょっと詳細が分かんないですけど、なんでか分かんないですけど、その M の男性がその S の女性を、はい、まあ、殺害したと。はいはいはい。で、後日その M の男性も、まあ、亡くなってしまった。はい、ってことが起きて、ね、それでやっぱ事件が特殊なんで、なるほど、もう若い人とかの間ではちょっと噂になって、まあそこやばいから行こうよみたいな。あ、なるほど、心霊スポット化してるみたいな。はい、そうです。で、来て不法侵入してバーって見るんですけど、なんかやっぱ音がするとか声が聞こえたとか、はい、まあ、なんか見ちゃったみたいなのはまああるらしいんですけど、なんかみんな共通して言ってるのが、なんかあそこ行くと一人頭おかしくなるやつ出るぞみたいな。なるほど。なんか暴力的になると。で、普段温厚なやつに限って、はい、あそこ行くと暴力的になって、本当別な人格が入ったみたいになって、はいはい、わーっと暴れちゃうと。
で、実際にそこ、暴力事件で何件も起きてるんですよ。この情報を僕が聞いて、そこを買ったって感じですね。なるほど。はい。よう買いましたね。そうっすね、まあ、僕。で、まあ、前のアイアンみたいな感じで、はいはいはい、そっちでも開催しようとしたんですよね。で、したんですけど、まあ、そこは中止になったんですよ。そこ中止にした理由が、はい、ちょっとこれ、使えないとこが、はい、そこは、よかです。はい。はい、結構生々しい、あれになるんで、はい、まあ、事前チェックみたいなのをアイアンではしてるんですよ。はい、はい、はい。まあ、もともと、なんだろうな、まあ、何回か来ていただいたお客さんとかに、はい、まあ、開催前に、まあ、実際朝まで入れるのかとか、ね。ちょっと待ってください。今の、ガチョンってなった。ガーンって音鳴った。あったよな。大丈夫か？どこですか？ガチャンってなったんで、大丈夫？なったよな。ダーンって音鳴った。すみません、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、一旦大丈夫です。大丈夫ですか？はい、で女性1人なんですけど、まあ、はい、そこにその方実際事前チェックとして泊まってるんですよ。はいはいはい。で連絡を随時取りながら、まあ、今何起きてますかとか、はいはい、やばいですかとか、無事ですかっていうのを随時取りながら、うんうん、朝まで行ってもらうんですけど、うん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 、その人が入った時点で連絡取れなくなっちゃって、ちょっと事件性のあることに巻き込まれたんじゃないかと思って、もう朝方まで僕バンバン電話して、で繋がんないもんで、ちょっと最悪警察言わないとダメだなと思ったんですけど、なんか次の日、まあ、その人の、まあ、友人なのかな、家族なのかな、わかんないですよ。その人の近い人から電話かかってきて、で昨夜何々さんが泊まりましたよねと、はいはいはい、いう話を僕にしてきて、その何々さんっていうのはその昨夜泊まった人です。まとまったんですけど連絡取れなくて焦ってたんですみたいな話したら、はい、まあ、なんか自殺したと。え、まあ、滞在はしたらしいんですよね。滞在して、でそのままもう朝方うわーって帰って、でそのまま死んだらしいんですよ。オーバードーズってわかりますか？あ、わかります。はい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 。オーバードーズで亡くなったらしいんですけど、なんか動物病院の薬じゃないかなと思って。あ、なるほど。動物に使う強めの作用がある薬ってことですよね。その人が滞在してた時の防犯カメラの映像が、はい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 、まあ、後日警察の方と僕回収して確認したんですよ。はい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 、はい、そしたら、まあ、僕2人と一緒で、まあ、待機部屋に行って荷物置いてって、それまでは普通だったんですけど、そっからなんか1階に間髪入れずそのままグーって行って、で1回仏間があるんですよ。その仏間にバンってついたと思ったら、もう立って動かないんですよね。で、ほんと30分ぐらい経ってて、はい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 、はい、で、大人が30分ぐらい何してもいい時間に直立で立つって結構やばいじゃないですか。いや、そう、普通とかも絶対ないっすね。で、あ、やばっと思って見てたんですけど、そっからまたバッと動き出して、次どこ行くのかなって見たら、だから動物病院の手術台の前にバンって移動して、うん、で次はそこで30分ぐらい経ってるんですよ。うん、でそれを朝方までずーっとその2箇所反復してたんですよ。なるほど。まあそこの場所に何かあるかもしれないです、正直。前キリキさん言ってたけど、え、ちょっと待って、ちょっと待って、何なんだよね。何何ちょっとやめて、それ今ふすまさ、ゆっくり閉まらんかった？ちょほんまにやめて、ほんまにやめて、ほんまにやめよう。キリキさん助けてください。え、今ちょっと相手でゆっくり閉まっていかんかった？ふすま、いや、そんな冷静にやっててもらっていいですか？ほんまにそういうのやめよう。ほんまにそういうのやめよう。ほんまにそういうのやめよう。あれなんで、本当に近くにスタッフ待機とか本当に一切ないんで、最悪誰か失神したとか、なんか凶暴になって暴れたとかあったら警察か救急車とか。はい、ありました。で、なんか前2人が一番リタイアというか怖いっていう話は聞いたから、3人でもなくて2人が一番リタイア率がやっぱ高いです。まあ、1人で来る人ってもうなんか仕上がってる状態で来るんですよ。まあまあ確かに確かに。そうなんですよ。なるほどなるほど。2人ってその仕上がってない人間が来る人数の最小人数じゃない。はいはい、確かに確かに。だからこその2人です。あ、他の YouTuber さんはここで待機しつつ動物病院にも行ってって感じってことですよね。そうっす。まあ
でもそっから動けなくなる人もいますけど。なるほど。じゃああれですね、ちょっと落ち着いたらそっちの方行ってみます。そうですね、まあ、本当に自己判断なんで、はい、全部自己判断だと思ってください。わかりました。でちょっと、はい、こっから待機部屋あるじゃないですか。はい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 。待機部屋自体も、はい、もしもし、あれやめてよ、キリキさん、キリキさん、あ、大丈夫です。おー、いや、めっちゃ頭痛かったです。それはアナフィラキシーショックです。そんな人にこんな説明させてる俺が悪かった。すいません。なんですか。でそこの待機部屋が別に安全ってわけじゃなくて、はい、これ怖がらせるために使うわけじゃないです、中間機として使いますけど、はいはいはい、ここからはちょっと使わないでください。わかりました。ちょっと使えないで。はい、了解です。まあ、滞在する人にね、少人数で滞在する人にはみんな言ってるんですけど、そこの部屋、まあ、いろいろあって、はい、さっきその女性が自殺したって話したじゃないですか。はい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 、はい、だからそういう場所だっていうのはちょっと把握しといてください。了解です。じゃあ、お気をつけて。はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。はい、お気をつけて。はい、いや、名前振り。ちょっとじゃあ、動物病院行きつつちょっと見ます。あんまりね、映したらモザイクかけなあかんけど、まあ、とりあえず今日はここまで、ここで朝までいるっていう企画なんで、はい、はい、行きますか。はい、来た来た来た、ようやく来た。ひー、夏休みスペシャルということで改めて再開させてもらいます。ちょっと違うやり方で再開させてもらったんですけども、さっきはちょっと予行演習っていうかパソコンでする予定で、まあ、前もってそのここで、今回アンヤの裏アンヤって呼ばれてる動物病院というその場所でちゃんと Wi-Fi 状況を確認しつつやるっていう風にしてて段取りをしてたんですけど、電子機器が全体的におかしくなって、それこそ今ここ照明使ってるけどその照明が消えたりとか、こういう言葉で片付けていいのか分からへんけど、怪奇現象なのか、なんで急に動かなくなったのかっていうのがちょっとマジで原因が分かんなくて、邪魔されてる気がしたから、なんかこのまま続けたらあかん気もしたけど、だから無理やりなんとかネットワークを駆使しまくって本来ならできない状態なですよ。もう諦めてた。そう、諦めてたからできひんような状態で今やっちゃってるから、望まれてはないと思うよね、この場所自体に、多分その生配信っていうこと自体が。そこでウーバーってできるんですか。できひんやろ。朝まで付き合うから頑張ってね、ありがとう。 BGM も流すか、どうせだったら。あー、確かに。だからここで BGM いらんっていうコメントがちらほらあるけど。ほんまに。じゃあやってみていらんかったら、あれか。なぜ BGM? なぜ BGM? BGM いらんかもしらん。ごめんなさい、兄の声でかって。そうです。そんな近くで聞いたら。失礼しました。兄の声でけえ。前は、山奥にある関東の方の暗夜に行ったんですけど、暗夜って実はもう一つあるね。アンミカみたい。アンミカさんみたいに。暗夜ってな、もう一つあるね。ほんまそんなタイプで、で帰ってきて、待って、今なんかグーって音聞こえた。聞こえてない。そこね、開いてるところ。聞こえた。ほんまそんなタイプで、で帰ってきて、待って、何も聞こえてないっていうのと聞こえたっていうのがあるから、でも多分これ音声自体が、うん、iPhone の音声やから、それが拾えてるかどうか。ああ、どこどこの、そこも開いてるよね。そこだけないよ。うん、そこも、あの中からってこと。うん、一応見て。え、一応
どうした？これは、うんって思われた。何も言ってない。ちょっと黙っといてな。何も言ってないで。負担は多分何もないかな。でもなんか結局。やばい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 。絶対聞こえた。今のはやばい。聞こえた。ほら、めっちゃ聞こえたとかって。ほら。あ、そうや。検証ね。まあもちろん長時間喋るっていうのもあるけど、スピリットボックス。まあ、言うたらこのスピリットボックスっていうのは手に持った状態で足元にスピリットボックスを持っていきます。この状態でまあキーを押せば幽霊との交信が可能って言われているものなんですよ。で、幽霊マークが青く光れば反応があった証拠。だから青く光ったら反応があったっていう。ああ、着いた。何かしらこれを回していけば更新できる音が聞こえるとか。すいません、あなたは女性ですか、それとも男性ですか。最近なになになに、やばい、なに、どういうこと、やばい、なにが、マジでラタやな、今なんか、なったな、めっちゃ鳥肌だった、めっちゃ鳥肌だった、めっちゃ鳥肌だった、カチッとな、そう、で、消えた瞬間に上でカチッてなった、なったな、え、やばい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 、名越なんよ、こんな感じか、これで合ってる？あなたは今上にいますか？後ろに乗るってめっちゃ込めてくるんだ。いや、そうだよ。後ろ、後ろ、後ろ。え、やばくない？マジで。え、な、え、ちょっと待って。後ろに乗ってきてるんだけど。何なんだ？あなたは今後ろにいますか？口元に持っていくと、あなたはここで亡くなっ、なに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 、なに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 、なんて来てるの、赤はやばいみたいな、マジで、うん、赤色ダメって来てるわ、赤やばいって来てる、赤やばいらしい、思わず切ってもたもん、ちょっとな、もう一回言ってみる？今のは絶対に聞こえた。こっちだ。今のは絶対に聞こえたわ。今のは絶対に聞こえたわ。やばい、めっちゃ鳥肌。鳥肌めっちゃ立ったな。めっちゃ鳥肌立った。めっちゃ鳥肌立った。めっちゃ鳥肌立った。今めっちゃ鳥肌立ったわ。今絶対聞こえたよな。聞こえた。あ、もうコメントもみんな聞こえてる。そうやんな。はっきり聞こえたやんな、今。そうそう。やったやんな、そう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 、ちょっと待ってやばい、ちょっと待ってやばいかもしれへん、映して、ここじゃなかった、うん、わかる、ちゃった、部屋の中じゃなかった、え、マジでめっちゃ鳥肌立った、やばい、ここから聞こえたもんな、いや、そうなんや、最悪やわ、動物病院の方行けてないの、正直今のところ、ちょっと動物病院の撮影をしてこようかなと思うんですけど、まあこの時間帯なんで、ちょっとみんなに逆に見張っといてもらおうかな、この場所をっていう、それこそスピリットボックス置いとくわ、あー確かに確かに、めっちゃ怖いんじゃない、見守ってるけど気をつけてね、うん、30分ぐらいで帰ってくるからみんな起きといて、カメラ持ってる、オッケーオッケー、あっこのでいい、大丈夫、じゃあねみんな、バイバイ、ということで、ちょっと生放送をしていたんですけども、ちょっと
とんでもない怪奇現象が起こりまくったので、まあ、そちらの生放送を見てくださいって言うと、まあ、この動画でもね、生放送のちょっとギュッとしたのが差し込んでるか。そうですね。なんですけども、まあ、一旦みんなに、あの待機部屋で、8000人ぐらいのんだけど、8000人に待機しといてって。はい。8000人にあの場所を今守ってもらってる。はい。っていうので、動物病院と、あと、ここの家自体も待機部屋待機家か。全然あの部屋以外は探れてないんで、ちょっとも行きますか。動物病院の先生の家ってことやもんな。そう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 。普通に時間動いてる。3時間とか今多分。うん、今3時。合ってる。振り子時計やから。めっちゃ嫌やわ。何？普通になんか多分家とか飾ってるからさ。ああ、そうなんや。なるほどね、こっち来て。はい。こっち動物病院じゃないけど、うん。なんか柵がある。ペット。そう、いやんな。うん。開けていい？あかんわ。めっちゃ古い祀られてる。ここ上見て、あとお札。あ、お前なんかチッてなったな。なんかなってんな。絶対カメラ入ってたわ。え、てかさ、不思議なんかさ、うん、なんかここ映して、この前まで住んでたみたいなタオルの干し方なんよ。だからなんて言ったらいい、急に夜逃げしたみたいな感じよ。確かにおかしいな。だってなんかむっちゃ昔やのにまだ生活感が残ってるみたいな。そうこの、なるほどね。このハガキも不気味なのが、うん、ガンで他界しましたっていうハガキ。マジで、うわ、この部屋やばいわ。仏壇がある。マジで。残されてる。確かに。しかも何個もおかしくない。こんな何個もあるって。確かに。扉が開いてるの見ていいんだか。はい。いやでも本当に超昔の家やのに生活感があるわ。スーツとかも綺麗に置かれてるもん。え、ここにもある動物の頭蓋骨。いや、ここにも。どこ？ほんまよ。何いっぱいあるの？今またカチッと言ったな。言ったな。ここはもう完全に時間が狂ってるわ。いや、なんでこんなに生活感あんねやろ。今からね、動物病院の方に行きたいと思うんですけども、とりあえず本当に中しか映せないんで、それ以外はモザイクで行きたいと思います。
くちゃ個性置いてんな。まあ、動物病院やからか。確かにお前のめっちゃ置いてんな。おびただしい数の薬だな。まあ、犬の置物と人形とって感じだね。いきますか。はい。ここもこんな感じか。あー、お前な。降りて、見える？見える。じゃあ、ここが動物病院の入り口なんで、入っていきたいと思います。これが、受付。あー、本当に、本当に普通の動物病院だな。閉めた？何もしないよ。閉めた？何もしない。勝手に閉まったよな。え、そういうやつ？分からん。見て、これめっちゃ怖くない？何？終わりって書いてる。あ、でもなんかまだ病院の匂いそんな。分かる。やばいやばい。ほら、前につけ。うわー、やばいな、これは。うわー、えぐい、見て。どうしたの？注射器。本当手術台やね、ここ。うん、ああ、こういうペットのカゴ置いてるわ、ちゃんと。こっちこっち。やこの動きさ、めっちゃ悪趣味じゃん。確かにず、いろんなとこにあるやんな。あるよな。ちょっと猫怖いな、これ。表情。定期的にさ、割れた跡ある。うわー、一番手術台っぽいし、一番見て、注射器見えるかな。どれ？これ注射器。もうさ、あとさっきからさ、絶対にその聞こえてるか聞こえてないかぐらいのやつでさ、ちょちょみたいな聞こえんね。聞こえてんな。診察室や、こっちが。あ、そうなんや。受付や。入り口をつながってるから。なんだ。ドラえもん目いってるで。中見る？うわー、やばい、ウジ湧いてる。あかんな。あかんな。下も一応見る？はい。わ、こっちはまだめちゃくちゃ入ってるわ、薬とか。薬やばいわ、量。くっさ、やば。これあかんやつやな。多分こういうの匂ったらほんま病気になるから。確かに確かに。わ、ここかな。何？さ、あの、檻。あー、閉じ込められてたって言ってたやつか。絶対これっていうの見つけたわ、マジで。多分これもこっちもそうなんよ。多分これは動物やから、多分6匹入れるってことなんかな。そうやな。まあ普通の小型犬とか割とでかいから中型、少し、そうやね、中型ぐらいでも。こっち見て、めっちゃでかい。あ、絶対これやな。これやな。絶対これやな。下の方やな。そうやな。お、入るもん。これは入るわ。2人入れる。なんか変な匂いせえへん。臭ない？確かに匂いはするな。ここも冷蔵庫。え、めっちゃ新しくない？これ綺麗やけどな。めっちゃ綺麗やんな。うわ、多分これあかんやつやわ。あ、もう、あかんやつやわ。見て見て見て。下もチュービル。あ、あかんやつやわ、くっさ。やばい、やばいやばいやばい、行こう。うん、手やる。うわ、やばいってか、匂いやばない。大丈夫。
大丈夫？苦しい。大丈夫？うん。体調悪くなってるやんな。うん。ちょっとおかしいよなここ。しんどい。しんどいよな。わかるわかる。自分もめっちゃしんどい。ただいまびっくりした。え、とかめっちゃ乗ってる。え、めっちゃ乗ってる。はい、ということでちょっと生放送をやりつつ動物病院に行って待機部屋に戻ってきました。で、この動物病院と待機のこの家、まあ、2棟あって、こっちの方はまだ完全に紹介しきれてないよね。はい、言うたら2階のそっちの部屋とかも紹介しきれてなくて、で言うたら今ここで生放送してんねんけど、こんな感じで、はい、してるんやけど、その生放送だと映せない場所がある。なんでかっていうと、なんかこう例えば特定されてしまうようなものが映ってる可能性があるとかで、 YouTube で後からやったらその編集の時にさ、モザイクとかかけれるやんか。そうやね。っていうので生放送ではそこはどうしてもモザイクかけれないんで、まあこの待機部屋のみっていうな感じになってるんで、レアなとこ見れるの嬉しいやって。 YouTuber だね、リアタイ撮影だ。まあなんでちょっと最後もう動物病院も回って、この待機部屋である程度配信もして、少し寝て、そう、寝てる間にも怪奇現象が起きるのかって前のあの暗夜でもやったから、はい、まあそれを今回は生放送でみんなに見てもらいながら寝たいなって思うから、なんでちょっと今回そっちの方も行って最後寝たいと思います。はい、じゃあちょっと行きますか。はい、じゃあみんなバイバイ。さっそく行ってくる。こっちが外に繋がってんな。あ、そうなんや。多分そうじゃない。ほんまに。え、でもさ、ここ2階やのに外に繋がってるって変じゃん。確かに。作り的に。病院に直結してるってことか。いや、多分違うと思う。そうやな、無理やもんな。無理無理。完全に離れてるから。めっちゃ新しくない？あんま、あかんかもしれない。ちょっと死ぬよ。え、めっちゃ新しくなかった？古かったらだってもっと茶色になってる。茶色になってる、なってる、なってる。なってる。え、すぐのやつやね、あれ。え、どういうこと？か、鍵閉めたした？閉めたよ。閉めた。なんか、たまに不法侵入がいるみたいなんで、それこそあの、みたいな。ああ、そうなんや。あ、子供部屋や、ここ。だからここもやけど、本当に生活してたんよ。さっきまでみたいな。うわ、見て。どうした？もう昔のファミコン。スーファミかな？あー、そう、子供部屋にも世界の研修とかってる。確かに。まあ、ここに住んでた家族はどうなった？いや、ほんまにそうなんよ。引っ越ししたんやったら持っていくやん。そう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 、スーファミとかだってさ、おもちゃだってさ。そうなんや。どういうことなのかっていう。なんか本当に消えたみたいな、消失したって感じよ。で、家の中に注射器めちゃくちゃある。あ、ほんまや。そう。で、こっち見て、これも新しいね、この濡れの感じも。一回散策したっけ？一回もしたよ。したな、さっき。あ、じゃあもうこんな感じで焚き火屋で寝ますか。はい。
はい、戻ってきました。待機部屋の紹介したっけ？待機部屋ちゃんとしてないよ。あ、メインでは多分ちゃんとやってないんか。そう、こちらが一応待機部屋となる場所です。こっちを見るとこれがマジでめっちゃ怖い。これやばくない？どういう人形にしてもさ不気味すぎんねんな。え、でもなんかちょっとこの犬も病気っぽいもん。目が充血してる感じで。で、食卓園せめて森塩だろ。こんな感じで待機部屋はすごく不気味な、実はここが一番危ないって言われてる場所なんで。じゃあちょっとみんなのコメント見つつ寝ようかな。ということでもう4時半なんですけど、明日は多分8時とかに起きなあかんから、はい、こんな感じで一旦寝ます。はい、寝ましょう。じゃあうわどうした、パン1なりてさすがにみんなの前とパンチなられへんよな。じゃあ何か怪奇現象があればコメントで。スピードつけてって出てるけどさ常になってない、こいつ一旦つけるけどさ多分寝られへんで。まあ、いやうるさい。あ、でも逆にあれやで、赤ちゃんってそういうザーみたいな。あー、もう赤出たよ。これスピリットボックスっていうので赤が出たら一番危険信号っていう。寝るなってこと？どういうこと？今起こされたからで怒ってんじゃない？確かに。何？さっき、え、多分みんなあれやんな、ずっと鳴ってなかったってことやんな。あ、そうだね、鳴ってないですよ、赤は。俺が来た瞬間になったっていう、二人が戻ってきたら、え、それ怖いな。まあでもいいや、このまま何か怪奇現象があれば教えてください。おい、なんかスピリッツボックス、うん、で赤く光ってるのを赤保留で激アツみたいな書いてるやつなんでハッシュタグ竹焼き寝ろやって。あ、とかみんなツイートしよう。なんてやろうかな、竹焼きあんやでいい。で朝起きたら竹焼き症でハッシュタグで。アニもう寝たな。アニ寝てる。いやでも生放送っておもろいな。毎日みんなと寝落ち配信してもいいぐらいやわ。おもろいやん、距離感近くなるというかさ。まあいいや、寝るか。朝起きたらハッシュタグ竹焼き寝ろでトレンド入れといて。おやすみ。コメント見ます。めちゃくちゃ爆睡しました。とりあえずようやった不審者や。はい、ということで改めておはようございます。まあ、初のね試みで生配信ということだったんですけども、まあ、みんなと時間を共有できてすごい怖い場所だったんですけど、そのこと自体はやってよかったっていうか、うん、楽しいっていう感覚が合ってるのか分からんけど、まあ、心強かったなっていうのがあるんで、まあ、また何かしら別の場所でもそれこそもう一つの暗夜とか、まあ、心霊だけじゃなくても生配信朝までっていうのは結構面白いなと思ったんで、はい、心強かったんですけど、まあでもその心霊現象はまた別でどれぐらいね動画に入ってるかとか、あとは朝まで寝てる時にそこの素材も確認しないと分かんないんで、まあでも4時間ぐらいしか寝てないもんな、言うてな。そうやな。そうなんや。さっき気づいたけどさ、明るくなって気づいたけど、これ怖すぎん？この女性の人形の首めっちゃ取れてんねん。こんなんあったっけって思って。朝気づいてん。まあっていうので今回は四国にある裏暗夜
軽動物病院からお届けしました。朝まで寝たので本日は帰りたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。